皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサ、霊夢開けてよ。起きるのだよ、氷のアイドル着るのだよ。うぷ主もネタがないのね。またこの襟だわ。まあまあそう言わず、なんか質問してやりなよ。じゃあさ、水酸化ナトリウムを電気分解した時、マイナス極に集まるイオンは？ちょっと何言ってるかわからないわよ。せめて日本語でお願い。えら日本語なわけだが、もちっと簡単な問題にしてやりなさいよ。その問題じゃチルノちゃんじゃなくてもわからない人多いよ。じゃあ北九州と言ったら、からし明太子、長浜ラーメン、ロボブラジル、あ、チルノちゃんだ。それはそうと、今回は神聖ローマ帝国の後編をやるって言ってたわね。と入っても神聖ローマ帝国は中身がないくせにやたら存続期間が長いんだよ。どれぐらいも期間存続してたの？東の大寒962年からナポレオンのライン同盟1806年成立までだから。7億8000年か、長いな。どういう計算してるのよ、844年存続してた計算になるわね。パチモンのくせに。まあ、そうパチモン言うなって、実際はドイツなんだけどな。オットー大帝が戴冠した962年の状況から話を起こしていきましょうか。オットー大帝。器用な人だね、あんたも。人じゃなくて妖精なんだけどね。あたし背中につらら生やして青髪の人間なんていないわよ。話はローマ教皇がよく書いて、教皇領を増やそうと武力でイブレア辺境白領に攻め込んだことから話が起こるわけさね。もうやだ、聖職者が武力でいい加減にしてよ。あんたが言うな。霊夢は武闘派巫女だもんね。うるせえ。このヨハネス12世って人物は家柄の良さだけで教皇になっただけの人物で、当時まだ18歳だったんだよ。18歳でローマ教皇ねえ。ところがヨハネス12世はイブレア辺境伯ベレンガリオに逆にカウンターを食らって、教皇領がピンチになってしまった。あははバカねえ。あたしゃもう何を会話んやの心境だよ。教皇はドイツからノルマン人、マジャール人、スラブ人などを撃退し、西欧世界の守護者として名高かったオットー一世をイタリアに呼んだ。現実の歴史じゃそういうことすると高くつくんだけど、教皇の求めに応じたオットーはイタリアにやってきて、ベレンガーリオをあっという間に成敗。これでさ、オットーがおとなしくドイツに帰れば暴れん坊将軍みたいな話なんだけどな。現実はそうはいかない。オットーは教皇とイタリアを自分の影響下に置いたのさ。それでローマ皇帝認定なんて大それたことやらかしたのね。身も蓋もない言い方をすると、腕っぷしのやたら強いドイツ王が18歳の教皇の不始末の方にローマ皇帝認定させたってこと。そうとしか言いようがないわな。やっぱりパチモンだ。教皇ヨハネス12世の頭の上にオットー大帝がいるのがだんだんと気に入らんようになってきた。教皇はあろうことか、今度はオットーを引きずり下ろそうと陰謀を画策する。なんか足利将軍と織田信長みたいな話になってるわよ。この陰謀はオットーが放った密偵によって露見し、ヨハネス12世はオットーに教皇の位を奪われ、ローマから追い出された。オチまで織田信長の話と同じなのか。あれで、こんな話学校で習わなかったよ。あんたはうちに着いたら学校で習ったこと全部忘れちゃってるでしょ。失礼ね、授業終わりのチャイムが鳴ったら全部忘れてるわよ。そっちの方がすげえ。でもさ、なんでそういうこと教えないんだろ。わからないわ。でもまだまだ神聖ローマ帝国の話は学校で教えていない話があるのよ。ヨハネス12世以降しばらくは教皇庁はローマ皇帝の下に置かれて、鉄の世紀って言われる時代が到来するのぜ。中世の間はずっと教会が優位にあったって習ったけど、神聖ローマ帝国初期の間はずっと教皇と皇帝と諸侯たちの間で権力の綱引きが行われていたのぜ。それで教皇が勝ったり、皇帝が勝ったりを繰り返してた。それで諸侯たちが漁夫の利を得てたんだけどね。帝国内ではどういう政治が行われたの？イタリア政策と帝国教会政策だな。詳しく。オットーをはじめ歴代神聖ローマ皇帝はせっかくローマ皇帝デビューしたんだからと、イタリアのローマを支配下に置くことを夢見て、せっせとイタリア遠征を繰り返したのよ。じゃあドイツ本土はどうしたの？ほったらかし。ダメダメダン。
それでイタリア遠征とかうまくいったの？それがな、教皇やフランスやイタリア自治都市などの抵抗で結局失敗するんだよ。あらら、端にも棒にも引っかからないイカレコロ。例えばオットー1世が3回のイタリア遠征を行い、バルバロッサと呼ばれたフリードリヒ1世は5回もイタリア遠征を行ったわよ。国内ほったらかしにしてよくやるわ。フリードリッキ1世はイタリアに介入しすぎて教皇と対立し、それまで単にローマ帝国の名乗りだったドイツを神聖帝国の名乗りに変えた。え、最初から神聖ローマ帝国って国号じゃなかったの？オットー1世の頃はただのローマ帝国ってマタハ帝国とだけ呼んでたの。でもね、イタリア荒らして教皇と揉めて。お前な、誰のおかげで皇帝名乗ってんの？ローマ教皇が有皇帝デビューしちゃいなよって言ったおかげだろ。有皇帝デビューしちゃいなよって、ジャニー北川かよ。一切ウジェクされ坊主、わしの冠は神様から直接もらったんじゃ、これからは神聖帝国って名乗る境の。コロノの喧嘩みたいね。ガチコロノの値が言うものなんだけど。ちなみに帝国が神聖ローマ帝国などと大層な国号を使い出したのは後で話す13世紀の大空位時代からのことね。で、そのフリードリッキー1世さんってどうなったの？十字軍の時に勉強したでしょ。十字軍遠征の途中、膝までの深さの川で溺れて死んじゃったわよ。マジに巻き当てられてやんの。バルバロッサ、フリードリッキー1世の孫のフリードリッキー2世に至っては、生まれがイタリアのシチリアでドイツにいたのは在位中8年ぐらいなんだぜ。もうやめて、神聖ローマ帝国領内はもうめちゃくちゃよ。皇帝がイタリアにかまけて国内を留守にしている間、諸侯の力はますます強大になり、300もの領邦が生まれ、諸侯の中には皇帝に匹敵する実力を持つ者まで現れた。領邦ってなん？右手と左手。両方はそうか。違うわよ、帝国領内にありながら独自の軍事力や徴税権を持った諸侯の領土のことよ。まあ江戸時代の藩みたいなものね。皇帝としては統治も何もあったもんじゃないわね。そこで出てきたのがさっき言った帝国教会制度なのよ。なんよそれ。皇帝が領内の司教やら大司教を任命する代わりに、任命された司教や大司教は帝国内で皇帝の官僚のような働きをするのよ。そうすることで国内の宗教勢力を抑えて諸侯を牽制したわけね。また中世ヨーロッパでは文書を扱える教養の高い人材は聖職者であることが多かったので、その面でも都合よかったようね。それでそのシステムはうまくいったの？ところがさ、当時はキリスト教万能の時代だろ。司教とか大司教になると美味しすぎるのよ。教会の10分の1税とか寄進とかさ。で、各地の有力者から皇帝様に毒まんじゅうがたくさん。そういうことしてると、まあ変なのが大司教様とかになったりするわね。それでバチカンのローマ教皇が、そういうことはまかりならん、それは聖職者の腐敗のもとである、高位聖職者を任命するのはあくまでも教皇庁であると言ってきた。教皇様も毒まんじゅう欲しいだけなんだよ。神聖ローマ帝国内の聖職者の任命権を争う教皇と皇帝の対立は叙任権闘争と呼ばれている。パツキンさんたちにも困ったものだ。そういうあんたがパツキンなんだけどね。うるせえパツキン言うな。叙任権闘争絡みで教皇グレゴリウス7世と皇帝ハインリッヒ4世は揉めに揉めて、とうとう1077年グレゴリウス7世はハインリッヒ4世を破門にしてしまう。中世ヨーロッパでお前は破門、キリスト教徒じゃないとか言われたら、周りに何をされるか分かったもんじゃないわよ。皇帝の権力基盤が盤石であれば破門なんてへでもないんだろうけど、この頃の神聖ローマ皇帝は諸侯の合意でなんとか皇帝やってるだけの存在なんでな。破門とかになったら反対派の諸侯が皇帝引きずり下ろしに来るわね、間違いなく。わし、教皇ほんまに怒らしてもた破門って。こらあかん。諸侯どもがわし引きずり下ろしよる。ことの重大さに気がついたハインリッヒ4世は、冬のアルプスを越えて単身、教皇のいるカノッサ城の前で冬の寒空に。すっぱだかね。あんたね、すっぱだかじゃただの変質者じゃないのよ。すっぱだかって書いてあるわよ。これは素足って読むのよ。ハインリッヒ4世は素足に修道服といういでたちでカノッサ城の門の前に立ち、教皇の許しを請うた。これをカノッサの屈辱というぜ。ハインリッヒ4世さんは破門を許してもらえたの？聖職者ってそういうのに弱いからな。最初はひっつ
前に来たと勘違いしたグレゴリウス7世ハインリッヒ4世に会おうとはしなかったが最後は側近の取りなしもあり許しを与えた。学校の授業では話はここで終わって強行権が強かったってお話だったわよ。ハインリッヒ4世がそこまでしたのは諸侯に犯行の口実を与えないのと時間稼ぎのためだ。破門か回避されると皇帝に近い諸侯の結束を固めて範囲の動きを封じるとローマに出兵してグレゴリウス7世を捕獲した。うひゃーとんでもない奴だなハインリッヒ4世って。グレゴリウス7世は教皇の位を奪われローマを追われてされるのという土地で寂しく死んだ。ねえねえハインリッヒ4世は。さすがにそれだけ。恥知らずっていうか罰当たりな言動は諸侯の支持を失い敬意を失ってしまった。あろうことかハインリッヒ4世の息子たちが相次いで親父に反旗を翻し、ハインリッヒも大尉の浮き目にあった。両者リングアウトの後はどうなったの ?1080 年代になると十字軍の熱狂が欧州全土を覆うようになり次第に教皇の権威が高まっていき反対に神聖ローマ皇帝の権威は弱まっていった。十字軍運動の最中の1122年にオルムス協約で聖職者任命権は教皇のものと決まった。さっき王位時代って言ってたけど。王位じゃなくて大位時代ねさっきのフリードリッヒ2世が死んで次のコンラート4世もすぐに亡くなって神聖ローマ皇帝の位が1254-1273年の20年近く開いてしまうという事態となったんだよ。結局、皇帝なんていてもいなくてもいいんじゃん。それはそうだが、ごたごたばかりしていてもしょうがないということで米麺王国。ラーメンつけ麺あたいは米麺。うるせえ時間が押してる時に、米麺王国出身のカール4世という人が禁煙局書という文書で皇帝を選挙できる7人の選定校を1356年に確定したのぜ。諸侯たちの両方も完全に独立国と同等の権利を認められて神聖ローマ帝国はドイツにある反独立両方の集合体ってのが確定したわけね。選挙は教皇の認可とか必要なしとしたことで教会の影響も少なくなってきたのぜ。15世紀からは有名なハプスブルグ家が神聖ローマ皇帝の位を独占するんだけど、そのあたりの下りはお時間が押してるので次回の講釈で、お楽しみに。Thank you.